先週の日曜日の聖書の箇所はイエスを慕って集まった5000人もの人々に5つのパンでパン、そのパンで満腹するまで食べたというその奇跡の話が語られました。そのことはイエスがいつも共にいて命の糧を与えるということを弟子たちに悟らせるためでもありました。今週はそれに続く場面であります。イエス様は弟子たちを船に乗せて湖の向こう岸に行かせられたのであります。湖の上で急に突風が吹き、荒波のため船は木の葉のように揺れ動き、弟子たちは翻弄され、今にも沈みそうになったわけであります。彼らは強風と荒波の中で恐れる信仰の薄いものでありました。荒れる湖に悩む彼らとは対照的に、イエス様は一人山に登って神との親しい交わりの時を持たれました。このイエスだけが彼らの恐れを打ち破り、水の中で沈みかけるペトロに手を差し伸べ、彼らを救いに導くことができるのであります。また先週の福音で語られた5000人に食べ物を与えるという奇跡は、神が荒れ野をさまようイスラエル人にマンナを与えたという出来事を思い起こさせました。今週の福音はイスラエルの民が航海を渡った出来事との関連づけることができます。イスラエルの民が航海を渡った海も、イエスが歩いた湖も、ギリシャ語原文では同じ言葉です。福音の中の船は教会を表し、荒れ狂う海は教会に対して戦いを挑む悪の力を表すと解釈できます。湖の上を吹き荒れる風も、荒波も、教会の宣教を取り巻く困難を表しております。初代教会の頃、宣教に向かっていった弟子たちは困難の中で行き場を失い、進むことも戻ることもできない状態に置かれています。イエス様が不在の船は風と波にもてあそばれます。そこに海の上を歩くイエスが近づいてくださいます。しかし弟子たちはそのイエスを幽霊だと思ってしまったわけです。
恐怖の叫びを上げながらイエス様が近づいて弟子たちに対して呼びかけてくださいます。彼らはイエス様と最初は認めることができませんでした。イエス様はそのような信仰の弱い弟子たちに向かって安心しなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてくださいます。イスラエルの民が航海を渡った時、神が共にいて敵の力を打ち砕いたように、湖の上を歩いて船に近づくイエス様は神がいつも共にいることを示しているのです。怯えている弟子に答えるイエス様の私だとは、逆風と荒波という困難の中にも神が共にいることを告げております。この言葉に励まされたペトロはイエスの力を頼りに水の上を歩こうとしましたが、吹き荒れる強い風を見て恐れ沈みかけました。ペトロには神の力の大きさをまだつかみきっていなかったわけです。それでも主よ助けてくださいと救いを求めて叫ぶと、イエス様は手を差し伸べて助けてくださいました。そして二人が船の中に上がった時に風は静まります。湖の上を歩き、風を沈める神の子イエスのうちに、本当を支配する神が共にいることが示されているわけです。さまざまな困難にぶつかり、くじけそうになるときこそ、イエス様はそこに道を開いて私たちに近づいてくださいます。ペトロに呼びかけた来なさいという言葉は、実は私たちにも受けられているのです。恐れが足を非常に含ませてしまうような、そういうことがありますけれども、それは主よと叫び上げて救いを体験するチャンスにもなります。神に信頼する者に失敗は決してありません。あるとすればイエスに向かって一歩を歩み出さないことであります。ペトロの心には水の上に立つイエスのようでありたいという思いの他に、足元を見ると不安なる思いもあり、思いが二つに分かれてしまいました。このような疑いは信仰における理想が現実と衝突することによって生まれますけれども、叫ぶことを知っている者にはそれは障害とはならず、むしろ一層深い信仰告白への入り口となるのです。ペトロも船に残っていれば叱られずに済んだでしょうけれども、信仰告白の機会も
与えられずに終わったことにもなります。叫ぶことを知っているなら信仰者には失敗はありません。私たちはどのような困難や苦しみがあろうとも主よ助けてくださいとその叫ぶ心を持って神に呼びかけるならば、神様は私たちに必ず手を差し伸べて恐れることはないと私だとこのように助けの手を差し伸べてくださいます。私たちはこの厳しい現実の中にあっていつも主が共に人生を歩んでくださるということを信じ確信し、そして主に身を向けて一歩一歩キリストに近づいていくことができますように、その恵みを主に祈り求めたく思います。